皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。この後、東京に戻ります。で、今こんな朝ですね。すごくいい朝で、ハウスにブーゲンビリアとかそういった、まあ、冬そのまま外だと越せないものをですね、入れました。ハウスもういっぱいいっぱいなんですよね。レモンとかも入れないといけないかもわかんない。まあだけど、あら、こんな感じでですね、これブーゲンビリア、それからアロエですね、それからサンパラソル、いろいろで、クレマチスも冬越しの準備をしています。で、コウコさん、妻のためにですね、本田浩一郎さんが植えてくださったコウコさんもこうやって綺麗に咲いてます。やっぱりバラは手入れですね。今までに一番高いとこまでコウコさん、綺麗なバラですね。このピンク色が好きだったんですよね。よく本田さんご存知で、この一本のバラからこんなに広がったんですけど、こっちの方もですね。で、2階までこうつるバラなんで、この子たちは合わせようと思ってます。そして水腐葉ですね。これ挿し木にしたいなと思います。挿し木でこれ増えたやつなんでですね、増えたというか、あれですね、バラもだいぶ咲いてきました。そして、なんといっても、これジニア。ジニアは今年は植え損なったっていうか、種を取ってたのにできなかったんですね。ただ、良いものもあります。それ何か、庭から出てくるものがですね、さっき青唐辛子を使ったんですが、じゃん！里芋です。ここはですね、もう11月になると八幡様の風流、一番最初に僕のとこ来てくれるんで、これで里芋ですから、豚汁に入れたらすごく美味しいですね。豚汁で、ここもだいぶすっきりしてきました。レモン、この子もすごくいっぱいなりすぎてたんで、ちょっと取ってあげました。今度帰ってきたら、ここのクリスマスローズですね、ここの世話をしないと、ちょっと草に埋もれてるんで若干心配ですね。ニョロニョロゾーンはどうなってるか。金木犀が本当に香りまで伝わったらいいんですけど、金木犀ですね、すごい金木犀、こうやって金木犀の渋滞になってます。で、おっと、雲、雲の巣が、これ宴ですね、宴、雲の巣が髪の毛に、うわ、やばい、もう一回髪の毛洗わないと。雲まで見えなかった。で、ちょっと一周アジサイも剪定して、来年もちゃんと咲きそうですね。ラビーニアもやっとこのでかいのが咲きましたね。ラビーニア、ちょっとバラを見てみましょう。で、クレマチスはまだこの子は咲いてるんですけど、それからこの子もですね、でもこっちに移してあげました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10クレマチスがあります。いや、そんなに買ったかな。もう買わんでいいですね。で、あれご覧になれますか。あれはなんだっけ、ピースだっけ、
ちょっともう名前を忘れてるんで、今年はダヴィンチがうまく咲かないですね。いつも咲き誇ってんのに。でこれのパンジービオラも剪定してあげて、でマーガレットはここに置いておきます。植え付けた1週間目ぐらいは明るい日陰に置いて、そしてその後はこういう日陰に置いてあげる。でパンジービオラですね、パンジービオラこれも剪定してあげないといかんですね。で北の田んぼに置いてたあの野バラ、台木にしようとしてる野バラ、だいぶでかくない。やっぱりでも挿し木は難しいですね。つまり赤ちゃんのとこからこの野バラだって枯れるんですもんね。でにゃこさんはもう帰ってきません。にゃこさんはよその子になっちゃったかもわからんです。でもこの大イチジク、まあなってますね。イチジクなってる、なってる、すごいなってます、なってます。もうでも撮ってたら時間がないんで、あの撮ってスタッフにあげようと思います。こっち田んぼ埋めなくてよかった。しかしもういつまでもこうしてはいられないんで、建物にするしかないですかね。市街化区域ですもんね。残念ですが、しかし前線基地の琵琶、松、桜元気ですね。君たち頑張ってくれたまえ。護岸の代わりにだいぶ削られてきてるけど、じゃあちょっとあんまりゆっくりできないんで、もうイチジクは俺はいらんです。もう正直。おお、みかんが、しかしこうみかんはこうこんな風に割れちゃってる。これは収穫せんというかあるのかなね、地力が強いんで、この風に、あ、思い出した、ラナンキュラスラックス、デトラン、デトラン、デトラン、出てない。あ、出てた、出てた、これこの間出てたやつかな。出てます、2つ。でこの子は前から出てる子、すごいですね。あとはデトラン、大丈夫か君たち、まさかナメクジに食われとらんやろな。ひょっとすると食われてるかもわからんですね。これだけ食われてたらむちゃくちゃ損害ですね、大損害。おお、怪盗が咲いてますね。怪盗、今日はこんな日です。お、バルーンは、バルーンは飛んでないですね。バルーンは飛んでない。ポスターこれ変えんとね、もうこんな姿じゃないですもんね。もうシルバーグレーの紙でいくことにしました。でもね、半年前まで黒かったのがこんなになるんですね。じゃあ皆さんどうぞ良い一日を。最後は何がいいかな、やっぱりコウコさんでしょうね。いやー、この子はちょっとやっぱりダメっぽいね。なんかもっとハゲっぽいになってきたような気がする。もみの木、君クリスマスまでに無理だね。いやー、ショック。
10円してあげるかな。でもむちゃくちゃでかくなりますもんね、これね、もみの木。じゃあ皆さんどうぞ良い一日を。この後状況です。よいしょ、レモンを置いて、ごきげんよう。どれが綺麗かな、他結構これ切ってあげないとね。良い一日を。ありがとうございました。最後までご覧いただいてありがとうございます。ごきげん。